ヤジウマストリート第156弾始まります。おはようございます、笠木正義です。大人の好奇心を刺激するながら聞き専用 YouTube ラジオヤジウマストリート第156弾でございます。こんなね記事あったんですけど、皆さんはご存知ですかね。110番を通報ね、110番通報をかけるときに緊急なことでなかった場合、これね相談事とかをかける人多いらしいんですけれども、まあそういった相談事の時はシャープ9110、シャープ9110、イガタですよね。ハッシュタグみたいにも見えるけど、これハッシュタグとシャープっていうのは厳密的に違うらしいんでね、まあ要は電話するときはシャープですね、シャープの9110をしてにしてくださいということなんですが、事故や事件など緊急事態が発生した時にかける110番通報ですけれども、緊急ではない相談事などでかける人が後を絶ちませんと多いみたいやね。警察への相談事はシャープ9110にかけましょうと、そういう記事なんですね。本来は交通事故を目撃したとか、ひったくり被害に遭ったとか、まあ、いわゆる事件や事故の場合に通報するのが110番ですよね。まあ、その現場にすぐに警察官に急行してもらいたいと、そういうまあ緊急事態の場合にかけるのが110番ということですね。で、ところが、例えばね、運転免許証の更新のことで聞きたいことがあるというような、緊急事でないこと、まあまあその確かに運転免許証は警察に関わってはいるけれどもね、まあ、相談事、これもね110番にかける人がねめちゃくちゃ多いそうなんですね。で、警察に関することならとりあえず110番しとけというね、思い込みからこうなってるんちゃうかということなんですけども、まあ事件や事故以外、まあいわば緊急でない警察への電話が110番にかかってまうとですね、本来の救急通報の妨げとは、まあ当たり前やね、なるわけですよね。だからそんな時は何遍も言いますけど、110番では110ではなくてシャープ9110にかけてくださいということなんですよ。これ知ってるようで知らんでしょ。だからまあ相談事でもええっちゅうことなんですよ、このシャープ9110はね。で、この免許証に関しては、例えばまあインターネットや運転免許の試験場などに問い合わせたら分かることなんですけどね。ね、まあそれせんと手短に110番かける人がいてるちゅうことやね。でね、中にはね、まあ、こんな話を聞くけど、ゴキブリが出たけど、なんとかしてほしいとか、そんな人ね、ほんまちょっとおかしいんちゃうかみたいな人いてるらしいですよね。なんか、あとトイレが詰まったからすぐ来てくれとかね。まあ、ありえへんと思うんやけどね。まあ、まあ、そういう、まあ、その迷惑110番がめちゃくちゃ増えてるということですよ。あとなんか、話し相手に110番するみたいな人もいてるらしいですよ、ね、だからまあ要は近くに相談する人とかね、助けてくれる人がいてへん時に110番通報してまうと、これは当然のことながら先ほど来言うてるけど、交通事故やとかね、ひったくりやとか、まあ、空き巣があったとかいうような、もうすぐ警察の人に来てもらわんと困ると言うてる、本来が仲間をどんどこ妨げてることになりますせということなわけですね。だから困りごとで警察に相談したいことに関しては、これね、まあだから先ほど言いましたけどね、そのこのシャープ9110でもそれは対応できへんことあるわけですよね。そのゴキブリ出たから捕まえてくれとかね、そんなアホなトイレ詰まったからなんとかしてくれとかいうことじゃなくて、例えば警察の方にすぐ来てもらわんでもええけども、警察の人にぜひ相談したいという時はシャープ9110に電話くださいということなんですね。これ例えばどんなことかというと、例えば言うたら闇金とかね、悪徳商法に関する相談事やとか、あと男女間の暴力とかね、あとは子供がの非行に関することとか、あとはね、暴力団絡みの事柄、案件ね、例えば
暴力団から脅されてるとかね、なんか誘いを受けてるとか、因縁つけられたとかね、金品要求されてるとか、そういったこと、あと麻薬をやってる人がいてるとかね、鉄砲を持ってる人がいるとかね、まあ鉄砲を持ってる人がいるのは普通に110番電話して言えようにな気はしますけどね、まああとはまあインターネットで誹謗中傷されてるとかね、そういったことに苦しんでる人もこちらは遠慮なく、その要は警察に相談したいことに関してはこのシャープ9110にかけてくださいということなわけですよね。ですからさっきから言うてるみたいに、すぐにおまわりさんに来てほしいこと以外は110番電話せんといてとまあそれはね、確かにトイレ詰まってもて大変やとかね、ゴキブリ出て困ってるとかいうのもそれに値する人いてんのかもしれんけど、まあそれは非常識鼻だし話してね、ということなんですよ。だからぜひ覚えておいていただきたいんですね、このシャープ9110というところはね。だから結構いろんな相談乗ってくれはるっていうことですよ。でね、他にもねこんな記事があったんですけど、これねどうも大阪で最近実際にあったことみたいなんですけどね、緊急時に現場にいた警察官が周囲の一般の人に110番してとって言わはったっちゅうんですよね。要は110番してとおまわりさんが求める場合があると、そういうのがね今 SNS で話題になってるんですよ。なのでネットではね、警察無線、警察の人って絶対無線つけてるじゃないですかね、警察無線より110番の方が早く情報伝わるんちゃうかというような、まあまあ都市伝説的な言説っていうかな、ものが今散見されるということらしいんですよ。でね、実際にこれあったそうなんですね。その現場に急行した警察官の人が多分ね大阪なんですけど、犯人を取り押さえてる最中に110番に電話してください言うて頼まはったみたいなんですよね。でそれがもう今広がってると、でそれで警察の人が110番電話して言うてんやから、それは無線よりも110番の方が早いんちゃうかということが今話題になってるということなんですけどね、これねなんでやろうということで、一応ね警視庁に尋ねられてるこう記事があるんですけどね。で警視庁によると、 SNS で話題になった大阪府警の事案については、現場の警察官が逃走する被疑者、警察署が言ってるからね、まあテレビ的に言うと容疑者、まあ犯人ってことだね、逃走する被疑者を取り押さえている中、無線機で応答を要請することができなかったために、要は無線使われへんかったと。それは犯人というかね、その警察的に言うと被疑者になるのかを取り押さえてる最中に、それはその無線マイク持って話してる場合やないということやね。なので通りかかった人に110番してくださいっていう通報のお願いをしたというふうに警察庁の方は報告を受けてるというふうに言ってはるんですね。だから110番通報の方が警察本部に早くつながるというような理由ではありませんということ、まあそれは当然っちゃ当然のことですわね。犯人を抑えてる最中の警察官の人がね、それは無線できへんよね。でそれおそらくこの時の状況がよう大阪のね事件分からへんやけど、多分それを見守ってる警察の人もいてへんかったっていうことやと思うんですよね、うん、まあだから110番を要請される場合もこういうレアケースではありますよということなわけですよ。だからもうこの時もすぐにおまわりさんに来てもらわんと、この警察官も困ったから110番してくれと言うたっちゅうことですよね。だからまあさっきのねシャープ9110の話じゃないんですけども、ほんまに緊急の時以外は110番は電話したあかんということなんですね。であとね、ほんまにかける時、ほんまにすぐおまわりさん来てほしいと思う時に、これね押さえとくポイントっていうのがあるそうなんです。これを言うてもらったら早くおまわりさん着きますねっていうようなことですよね。でこれも警察庁によると、まずは所在地、まあ、要は場所やね、所在地の番地とか近くに目印になるような建物があるのかとか、そういうことをぜひ伝えてほしいということなんですね。で電信柱には電柱には交通番号が打ってあったりするんですよ。
その番号とか交通標識がこんなんあるとか、であと信号があるとかね、で信号にはね管理番号でついてるらしいんですよ。だからその管理番号を言えばどこかっていうのがすぐ分かるらしいんですね。なのでこの発信場所を特定できるようにしてほしいということなわけです。これはまあ当然やと思いますね。でね、その時にもう一個気をつけてくださいって言うてはることがあるんですよ。これね、こんなん嫌いや言う人言ってるかもしれへんけど、それはねどういうことかというと、電話番号を非通知にせんといてほしいということなんですよ。要は非通知じゃなくて通知、要は電話番号を通知した電話をしてくださいということなんですね。これまた警察庁の人がどう言ってるかというと、非通知で通信は、努めて避けてくださいと。警察では携帯電話等からの通報を受理した場合、同時に通信者の位置情報等が警察に通知されるシステムを運用していますが、電話番号非通知では位置情報が通知されないんですって。だからまあその人の個人情報が分かるんじゃなくて、今はもうその電話番号が非通知でなければこの電話だいたいこの辺から今電話かかってきてるということが分かるということなんですよ。なので非通知にはできればせんといてほしい。だからそうや、非通知じゃなければさっき言ったみたいに番地が分からんようなところとかね、近所に目印がないようなところでも大体は警察は把握することができるということなわけですね。でただし、そんな場合も危険が切迫していると認められたり、通報内容から直ちに位置情報を知ることができないときに警察において位置情報を取得することがありますと。それが電話番号を通じ、だから一応断ってあるわけよね。もう無闇にそれを使うわけじゃないですよと。今そんなね言う人、業者こううるさい人いてるからね。まあそして電波が途切れ通話が切断されることもあるために、通話中はできる限り場所を移動しないと方がありがたいというふうにおっしゃってます。また事件や事故等はの発生場所がはっきりしていない場合は、警察から折り返しの電話をして場所を確認することもあるよということなんですね。だから通報を終えた後も警察官の到着まで携帯電話の着信がないかどうかということには注意をしてほしいということなんですね。まあ本当にね、ありがたい警察とかね、そういう日本のシステムですんでね、ほんまにまあその必要な時に迅速にね来ていただけるような対応はこちらがもうね、心がけとかなあかんということですね。ということでね、本日のヤジウマストリートはですね、ヤジウマシネマということで、最近見たねめちゃくちゃ面白い映画をちょっとねネタバレなしでご紹介しようと思うんですが、そこにね登場する主人公の方が今お話ししたような緊急通報指令室に勤務している警察官のお話なんですよね。ということでですね、ながら聞きで結構でございますのでね、最後までぜひごゆっくりとお付き合いをください。ヤジウマストリート。はい、ということでですね、今回はヤジウマシネマということで、最近見た面白い映画のおすすめをですねしたいというふうに思っております。今回もねネタバレは一切しませんのでね、安心して聞いていただきたいなというふうに思うんですけども、今回ご紹介したいめちゃくちゃ推しの映画はですね、ザ・ギルティね、ギルティという映画なんですね。これギルティっていうのを直訳すると有罪とかね、あと罪悪感とかいうことになるそうなんですね。これ英語が難しいんか日本語が難しいんかよく分からへんやけど、この、まあ、要はギルティっていう言葉の中にいくつもの意味が英語ってあるのよね。有罪、有罪とこのね罪悪感ってちょっと意味ちゃうもんね。だからまあタイトルとしてはギルティということなんですけれども、まあぜひね映画をご覧になった後にですね、このギルティの意味は有罪っていう意味の方が的確なのか、罪悪感が的確なのか、もしくはそれ以外にもギルティって言葉意味ありますんでね、そんなことも考えていただければおもろいのかなというふうに思います。でね、この映画今ご覧いただけるのはまずね Amazon プライムと Netflix でこのザ・ギルティ・ギルティって映画ご覧いただけるんですが、これね同じ映画じゃないんですよ。これね、もともとは今 Amazon プライムでやってるザ・ギルティっていう映画がもともとらしいんですが、こちらの映画は2018年のデンマークの映画なんですよ。
ね、ですからデンマークのスリル、スリラー映画っていうかな、映画なんです。で、ちなみにこれはグスタフ・モーラ監督脚本、あ、監督脚本やってはんだね。それでヤコブ・セダーグレーン主演ということで、2018年の、サンダンス映画祭のワールドシネマ、ドラマティックコンベンション部門で上映されたということで、デンマークの映画なんですね。あまりちょっと馴染みはないですね。けれども、これ第91回のアカデミー賞外国映画部門賞にはデンマーク代表としてノミネートされているということのようですね。で、これがね、まあ、ですので、まあ、元々の映画っていうのがこの映画なんですけど、もう一個ね、そのネットフリックスでやってるものも、これもですね、同じタイトルでギルティなんですが、こちらはですね、2021年にハリウッドでこのね、デンマークのギルティをリメイクして作られた映画なんですね。で、監督がですね、アントワン・フークア監督で、それで、ジェイク・ジレンホールさんが主演、あ、制作も兼務されてるんですね。だからよっぽどこれ、この、ね、ジェイク、ジレンホールさんが気に入ったっちゅうことね、主演もされてます。で、このね、ジェイクさんって皆さんね、顔ご覧になったらわかると思います。ね、主演で有名な映画言ったらね、まず、ね、あ、デイ・アフター・トゥマローとかね、とか、あと、サウスポーとかね、あとサウスポーというのは確かボクシングの映画ですよね。そしてスパイダーマンの、ファーフロムホームというのでおなじみの俳優さんですね。ですから、まあ、このデンマーク版の、まあ、オリジナルという言い方して、まあ、ええと思いますわ。オリジナル版の方は、まあ、言うたら申し訳ないけどデンマークの俳優さんやから知らん人ばっかりなんですよ。で、今回のそのネットフリックスでやってる方は、まあまあおなじみの俳優さんが主演をされているということなんですね。で、ね、これ僕両方とも見たんですけど、まあぶっちゃけて言うてね、内容はね、同じです。もう全くと言っていいぐらい、内容は同じ。で、まあ当然のことながら、ネットフリックス版はデンマークの映画なので、舞台はデンマークなんですよ。で、それで、このネットフリックス版2021年のリメイク版の方は、アメリカが、こうアメリカの映画、ね、になっているということなんですね。まあ、だけど内容はほとんど一緒で、これね、どうも厳密に言うとね、調べるとこのね、アマプラでやってるデンマーク版もデンマーク語版っていうのと英語版っていうのがあるみたいなんですけど、少なくともこの僕が見たアマプラ版は英語版でした、ね。まあ、多分ね、同じ映画で吹き返してるっていうような言い方したったような気もするんですよね、英語にね。まあ、ちょっとそこは定かじゃないんですけどね。まあ、ただね、とにかくめちゃくちゃ面白い映画なんですよ。でね、それはそのオリジナル版がね、このデンマーク版が2018年にその吹き切られて、その要はたかだか3年後にこのハリウッド版ができてるということを考えるとね、いかにまあこのオリジナルを気に入ってるかということ分かりますよね。もう要は速攻でリメイクされてるわけですよ、ね。だからいかにこの作品が面白いものやったかっていうのはね、ご理解いただけるんかなという気がするんですね。でね、ちなみにね、このドラマ TBS がラジオドラマ化してるらしいんですよ、ね。で、これはね、ちょっと僕もあるところでね、見つけたんですよ。これね、オーディオムービーちゃうな、サウンドクラウドっていうところで今ね、無料で聴けるように、多分これは怪しいもんじゃないと思います。で、無料で聴けるんでね、まだ僕聴けてないんですけどね、これぜひ聴きたいなというふうに思ってるんですけど、ということはつまりね、このギルティっていう映画はオーディオドラマ化、要はいわゆるラジオドラマやね、にすることもできる映画やということが、ちょっとね、今回どうしても僕ご紹介したかったミソなところなんですよね。で、まあ、ね、どんな映画、今日はもうネタバレなしでいきますから、どんな映画かということをかいつまんでネタバレなしでね、ご紹介するとですね、まあ簡単に言うと、さっきも言いましたけど、そのラジオドラマ、オーディオドラマにしやすいドラマっていうことでね、この僕みたいな音好き、ラジオドラマ好きにはね、ぶっちゃけてね、度肝も抜かれるような映画やったんですよ。で、おそらくこの TBS でオーディオドラマ化したっていうことは、このね、TBS の、まあ、ラジオドラマチーム、オーディオドラマチームがいてんのかどうか知らんけど、
このね、あの TBS って NHK と並んでちゃんとラジオドラマを昔から作ってたチームがねあるはずなんですよ、ね、そのチームがねどうしてもこれ作りたいと僕ね思わはったんやという気がするんですね。僕もねこれラジオドラマにしたいと思いましたもん。だからね、いや、やっぱ TBS やっとるやなと思いましたっていうぐらいね、そのね映画なんやけど音がねめちゃくちゃ重要になってくるんですね。ラジオ、ほんまラジオドラマ、オーディオドラマみたいな映画なんです。これね話変わるとね、要は例えばそんな感じのことで言うとね、そのちょっと前に三谷幸喜さんがラジオの時間っていう映画撮らはったんって皆さんご存知ですかね。これはねラジオドラマの、まあ、生ドラ、ラジオのラジオドラマを生放送してる最中に起きるいろんな事件で、これもねめちゃくちゃおもろいようできた映画なんですけど、ただねこれはねもともとその三谷幸喜さんがご自身が率いる東京サンシャインボーイズのその舞台劇としてお作りになったものなんですよ。でその舞台劇を映画化しはった、まあ三谷さんこれこのパターンようあるんですけどね。だからその面で言うとね、ちょっとね今回の僕が音がすごい、音ラジオドラマみたいな映画やって言うてるのとちょっとねギルティは違うんですね。だからねこれまあちょっとイメージで分かりづらいかもしれへんのですけど、そのラジオの時間っていうのはラジオを何ていうかな、見せたね、ラジオの制作現場を見せることで、なんかな、音を見せたみたいな、そういう音の世界を見せたっていう、うまいこと映画を作ってるというのが、まあ、ラジオの時間かなと思うんですね。でね、それに比べてね、今回のギルティっていうのは、なんていうかな、音を映像化しましたみたいな。まあ、ちょっと微妙だな、ちょっと違うけどね、これね、なんか、こう音の大切さを見せましたみたいな、そんな感じの映画に、なんかちょっとごめんなさいね、分かりにくい表現だけど、見てもらったらね俺の言いたいこと分かってもらえると思うんやけどね、まあそんな感じの映画やなというふうに感じたんですね。でまあ本当にね、ネタバレ全くないようにごくごく簡単にあらすじをご紹介するとですね、今日のねオープニングでもちょっとお話をしてたんですけれども、オープニングはね、警察お巡りさんにすぐ来てほしい時以外は110番には電話せんといてということでお話したんですが、当然ねその間に受け継ぐ人がいてるわけじゃないですか。それが緊急指令室とかそういうところのオペレーターの方、まあ、が間に入ってくれはるということなんですが、今回のねこの映画の主人公も非常に優秀な警察官やったんですね。ところがね、ある事情で今はその警察官の現場ではなくて緊急指令室のオペレーターとして今仕事をしてはるんですね。元は警察官やったわけですね。でね、この緊急指令室の仕事っていうのは、まあ人々からさまざまな通報を受けて、もうさっきのねオープニングの話じゃないけどね、ゴキブリ出たら何とかしてくれとか言ったら、まあまあここの対応ではあんな電話かかってきへんけどね、もうそれはもうやめてくれとか言って言わへんねんけど、日本のオペレーターの人絶対そんな言わへんもんね。まあそんな言えたらええやろなと、ストレスたまらはらへんやろなと思うんやけど、まあまあそういうね通報者のケアをしながらその内容に応じてまあいろんな手配をしていくということなわけですね。これは警察のお巡りさんすぐ行かなあかん案件やとかね、場合によりはこれは救急車やとかね、いろいろ段取りをしてくれるというのが緊急通報指令室だわけですね。まあそういうことで間に入って滞りなくこう業務を進行していくというのがこの主人公の役目であったわけですね。でこのね物語の主人公と通報者の何気ない日常みたいなものが実はね冒頭に描かれてるんですけど、これがね、ああなるほどなーっていうのがね、結局ねその冒頭の普通の何気ないその電話の人のやり取りで、このね主人公ってどんな性格の人やとかそういったことがね分かるんですよ、説明線でもね。例えばまあね、なんかもうさっきベロベロにおった人から電話かかってきたら、ね、さっき
電話する前に薬飲んでねみたいなことを、まあ、そこまできつい言えへんにしても、まあ、結局ねこの人がまあその真面目に取り組んでるとか言ったあたりとか、あこういう感じの応対する人なんやっていうのがね分かるんですよ。それがねようできてる。このね、まあ、僕個人的に言うとねラジオドラマ的っていうの、ラジオドラマってねあのとがきっていうかね、あの説明入れると下手くそやって言われてるんですよ。例えば主人公は温厚な性格であったなんちゃなこと言うてもたらもう台無しなわけね。それをどうやってそのラジオやから音だけで表現するのかっていうことが求められるわけじゃないですかね。まあ逆に言えば映画もそうですよね。もう映画なんかはこの激しい映像なんかでねキャラクター付けっていうのはすぐできるかもしれんけど、今回の場合は先ほども言いましたけど音が重要になってくるんでね、そういうやり取りで、あこの人こういう性格の人なんやなっちゃなことが分かるようにちゃんと作ってあるんですよね。これねもうこんな話出すとまた長なってまうんやけどね、それで言うとねタイタニックもう全然話があるけど、タイタニックの映画がね何がようできてるかっていうと、タイタニックってね一番冒頭のシーンでタイタニックってねどうやって沈んだかっていうのを CG で見事に見せられるでしょね。だからそのね見てる人はあタイタニックってああやって沈んだんや、例えばまあ言うたら途中でね沈む手前にバキッて半分に折れて、まずは折れて沈んだ後ろ側が沈んでいって、でそれに引っ張られて前側の船首側が上に上がっていって、で一回そこでそのつながってるところがバキンと折れたもんやから、また先端部分がバシャッと海に戻って一瞬水平になるとね。でところがだんだん水が入っていって垂直に立っていって沈んでいくっていうのを CG でね最初に全部見せるでしょ。だからその実際にそのシーンを見た時に説明いらんのですよ。なんでタイタニックこんな折れてもてんやろうとかね、なんでこれ立ってもてんやろうとかいう疑問が最初にその絵というか CG で見せてくれるからね、ものすごいすっだり入ってくるとねいうふうにこうちゃんとね考えてね作られてるんですよ。それで言うとねもう話ずれまくるけど、ゴジラマイナス、あこれはあかんかネタバレになるから言わんとこ、ゴジラマイナスワンでもねそういうシーンが出てくるんですよね。まあもう今ネタバレしてもええか、まあまあ言わんとこはね、ゴジラマイナス、ゴジラをどうやって倒すのかっていうのをねシミュレーションしはるシーンがあるんですよ。でそのシミュレーションを見るから後でそのゴジラがどうやってその作戦の意味がね全部わかるんですよ、説明なくてもね。これねうまいこと考えはったなというかね、これ多分確かね監督もねタイタニックからヒント得たって言ってたと思うんでね、まあまあ横道にそれましたけどね、そういうことからまあちゃんとねぼーっと見たらあかんってことよね、ちゃんといろんなことが分かるように映画は作られてるということなわけですね。まあまあそういうことで、まあそういった部分で言うとこの緊急通報室ねにのこの警察官の方はですね、まあ、地味な仕事ではあるけれども、その対応いかんによってはね時間を早く解決できたりとかできへんかったりとかする、まあまあ非常に重要な位置づけに似てると、ね、いうことなわけです。でそんな中この主人公の警察官の方がですね、経験と持ち前の洞察力でですね円滑にこうオペレーションして仕事をこなしていくわけですね。まあ、どうでね次から次へと電話もね受けてしていくわけですね。ね、でところが先ほど言いましたけど、これがねなかなかある事情っていうのは明かされへんのですけれども、この人の勤務は今日一日でも終わりなんですよ。なので元警官って言いましたけども、この人ね明日からまた元の警察官としての仕事に戻れると、あともう数分で戻れますせということからいう、まあまあ時間帯やねっていう時からこの物語はスタート自体するということなわけなんですよ。明日になったら警察官にね戻る、現場に戻れるチャンスが来るよと、そういう日よという、あともうこの勤務もあと10分程度やという時に事件が起きるということなんですが、
このオペレーターとしての最終の勤務まであと数分という中にある一通の通報が彼のもとへ訪れるんです。これも偶然なんですよ。オペレーターやから誰、要は指名できんでしょ。たまたまなった時に取った人が受けるわけじゃないですか、ね、だからたまたま取ったその通報者のから舞い込んでくる、まあまあ事件がですね、まあこの物事をどえらいことにもうやっていくわけですよ、ね、もう巻き込んでいくというわけですね。こっからが面白いところになるんですけれどね。まあだからまあなんとなくね、今までのお話で分かってもらえると思うんですけどね、もうまずね、さっきから何遍も言ってるけど、この映画のね一番おもろいのは音だけで推理するね、あと推理させる、見てるお客さんにね、っていう状況をずっと作ってるということなんですよ。で先ほど説明したように分かってもらうでしょ、主人公は緊急通報指令室のオペレーターなんですよ。だから映像は見れない、電話だけの情報でいろんな指令をする人なわけですよね。だから音めちゃくちゃ重要なわけじゃないですか。なのでこの映画は音だけで、まあ、極論ねだけで見てるものもそして主人公も推理するわけですよね。そういうことを具体化した映画っていうことでね、まあこんな映画見たことないですよ。音だけでね推理させるって、まあ例えばね、そのどういうかな、目隠しをされて誘拐されてる、例えば主人公がね、その目隠ししている間にいろんな音を聞いて自分の場所はだいたいこれぐらいちゃうかとかね、あと目隠しされてる時にいろんなその状況をここでこんな音聞いたとかずっと数を数えててね、何分後何秒後とかに右に曲がったとかいうのを覚えてて、ちゃな話は意外と要素あるでしょ、ね、こういうなんていうのシークエンスっていうから、こんなんはね意外とあるんやけど、この映画はそのね、映画だいたい85分、まあ、ちょうどええ感じの時間帯なんですけど、これがねフル尺それなんですよ。だからフル尺目隠しされてますみたいな、そういう状態ので、物語は展開していくということなんですね。だからこの映画で描かれているのは、もう先ほども言いましたけど、このオペレーターとしてね、電話応対する主人公の視点で描かれているわけですよ。つまりこの主人公の聞いてる音のみ、ね、通報のあった聞いた音のみがこの主人公に与えられる情報でもあるわけですよ。っていうことはどういうことかというと、この映画を見てる人もうこの電話越しに聞こえてくる音を頼りにこの映画を見て、その事件がこうあるんやなとかいうのを推理するわけですよね。これすなわちその主人公と全く同じ視線でこの映画が進行してるんですよ。だから主人公が、あ、これはこうせなあかんと思ったことと同じことを、もしくはわしならこうせえへんとか、そういう状況で映画が進んでいく。だからね、もう全くその主人公自分なんですよ、っていうような視点で音だけだから見ることができるということなんですよね。でね、これね、さらにうまいこと考えたなと思うのは、この主人公がね現場に行く警官じゃないんですよ、ね、あくまでも後方支援のその間をつなぐ人なわけじゃないですか。その、ね、緊急指令室のオペレーターなわけですよ、ね、ということはその自分は何もできへんわけですよね。自分じゃ何にもできないっていうねわけですよね。だから事件を知ったり起きてる出来事を知ったりするけれども何にもできないんですよ。自分はここへ行ってくれっていうのも頼むわけね。だから例えば自分が推理して、あ、やばい、これはすぐあそこに警察官向かわさなあかん、自分行かれへんのですよね。ところが他の事件を出るからそんなん行けるかいとか言われるわけね。このねもどかしさも先ほど言うたけど、その主人公と見てる人っていうのは同じ視点やから、もうこっちがどういうこっちゃねそれはと
思ってまうわけね。ね、これよだからね、このね、傍観するしかないんですよっていう、その傍観者のその主人公の立場と映画を見る人の立場が同じやということなんですね。だからね、引き込まれてまうんですよね。ようできてるでしょう、分かってもらえるから、もう俺伝えたいことをちゃんと伝わってるからね。傍観者ってだから辛いわけですよね。でそれでいてそういう状況なんで、これね、その映画がその実際の事件起きてる時間経過で起きてるわけですよ。これすなわち、さっき僕85分の映画やって言いましたけど、85分の事件が起きてるということなんですよね。でそれで言うたら、もう皆さんご存知ドラマ24ですよね。24の冒頭でもう名ゼルフありますよね。事件はリアルタイムで進行する、なんちゃら、これかっこよかったよね、もう名セリフ。この通りなんですよ。このギルティも時間はリアルタイムで進行してるんですよ。でその間に立ってるヤキも来た、ジャック・バウアーもバンバン外出て行くけど、行ったあかんとこでも行くけど、ちゃうんですよ。この人は電話のオペレーターやから行けへんのですわね。そういう映画が今回のご紹介してるギルティっちゅうやつなんですよね。だからつまりリアルタイムでもあるし、この主人公とこの観客が見ているものというのがもうシンクロしまくってるわけね。シンクロしまくってるから、このリアルタイムの85分の時間の中で主人公と同じ体験を見てる人がするということなわけですね。でこれがね、ラジオドラマみたいに音だけやから想像するんですよ。で先ほどら言うてるけど、このオペレーターの主人公も想像してるんですよ、電話だけやから。だから同じなんですよね、っていう状況がね描かれた映画なんですよね。だからね、まあこういうね工夫も素晴らしい工夫やと思うね。でね、この映画をこう見てるものもね、主人公と同じ立場に立てて、まあある意味でね、共犯者、まあまあ共犯者っていうことは、まあことは悪いかもしれないけどね、要はそういう立場で映画を見ることができるということなんですよね。えなかなかないですよ、この主人公と同じ視線でね、ハラハラドキドキさせるっていうような映画で、ね、それがねまた後半戦に効いてくるのよ効いてくるよね。もう喋れたんやけど言えへんよ、今日はね絶対言えへんだけど、ネタバレで回してまうからね。ということでね、ようできた映画なんですよね。まあですんでね、このねラジオドラマみたいな映画ギルティなんですけどね、まあこれね2つあると言いましたよね。アマプラ版のねデンマーク版と、そのハリウッド版のリメイク版、これねもう内容はねもう何遍も言うけど同じなんです、もう全く一緒。まあ、一言一句とは言わんけど、もうほぼほぼ一緒なんで、もうあとはね趣味なんやけどね、このねなんとなくね、僕は最初に見たんがね、そのデンマーク版やったんで、まあ悪いけど、まあ、安っぽいというかね、こうセットみたいなところでやってはんのがね、余計ねラジオドラマっぽくてリアルやったからね、僕は好きでしたね。やっぱりねハリウッド版はねちゃんとしてる、セットとかも金かかってる。で、まあだから、より映画っぽいっちゃより映画っぽいんやけどね。まあ、ここは趣味やな。まあですんで、どちらでもね、アマプラ入ってる人はアマプラ版をご覧いただいて、ネットフリックス入ってる人はネットフリックス版ね、これ両方とも見放題になってるんでね、ご覧いただければいいのかなというふうに思いますね。で、あとね、最後にね、これ個人的見解なんでね、まあ、いずれね、このことについても俺喋りたいなと思うことあるんですけど、僕はね、日本語字幕版じゃなくて、日本語吹き替え版でご覧になることをお勧めしたい。ね、このね、日本語吹き替え版、極端に嫌う人いてるんやけど、あのね、先ほどから何遍も俺言うてるけど、ラジオドラマみたいな音の映画なんですよ。せやからね、出てくるセリフ文字で読んだあかんねん。文字で読んでる間にいろんな音の情報が入ってくると、下手すると音の情報を聞き漏らすでしょ。やっぱり読む方必死になるもんね。ね、また俺がアホなんかからかもしれへんけどね。せやから
僕はね、その字幕を読みながらっていうのはあんま好きじゃないんですよ。やっぱりね、ちゃんとした脚本家が日本語吹き替え版作ってあるからね。でね、それで言うとね、このね、あのハリウッド版は日本語吹き替え版見たんやけど、一応ね日本語字幕も同時に出してみたんですけどね、やっぱりね字幕じゃね足りん部分があるのよ。そりゃそうよね。あれ確かね、一瞬に 目で認識できる文字数がいくらとか言って決まってるんですよ。だからね、行さんのセリフでもまあ数文字でしか言えへんことなんてようあるでしょ。それなんですよ。あ、このニュアンスは日本語機械版機関とわからんなーっちゃなことがね、やっぱりね日本語の字幕見ながら見るとねわかるんですよね。ということで、ね、まあまあここに関してはね、もう個人の趣味なんで、まあご自由にしてくださいということなんですけれども、まあこのね映画ギルティはそういった部分で言うとね、ほんまに僕ね度肝を抜かれた、今まで見たことのない映画でね、めちゃくちゃ面白い映画ですんでね、ぜひともねご覧になっていただきたいというふうに思いました。ということで野獣馬シネマでございました。野獣馬ストリート。はい、ということで野獣馬ストリート156弾はいかがでございましたでしょうか。こんなねニュースがありました。空き家に侵入してネックレスなど24点を盗んだとして住所不定の海野秀夫容疑者、なんと88歳と札幌市白石区の77歳の男と札幌市東区の69歳の男、3人が邸宅侵入と窃盗の疑いで逮捕されましたというごっちゃね。犯罪も高齢化しておりますね。でこの海野容疑者ら3人は共謀して5月19日夜、北海道の江別市内の空き家に侵入し、空き家に侵入してね、現金200円とウイスキー3本時価1万円を盗んだ疑いが持たれていますと。さらに6月20日に札幌市東区の空き家に侵入し、ネックレスや指輪、腕時計など24点、こっちは高いね、時価100万3000円相当を、細かい計算したやな、を盗んだ疑いが持たれてますと。これあれはね、やっぱり年いっとるから空き家やね。ね、事件は、事件から4日後の24日家を管理する女性が部屋を荒らされていることに気づき、警察に通報しましたということで、付近の防犯カメラや監禁済みの盗品が発見されたことから3人の関与が浮上、7月17日に逮捕されましたということですね。警察は3人の認否を明らかにしてませんということですが、この江別市や札幌では同様のこの空き家の被害が10件以上あるんですって。だから一部の捜査員からは G3S と呼ばれてたと。 G3S どういうことか、 G3S、 めぐと言うね、 G3S と呼ばれマークされていたということなんですね。すごいね、コードネーム G3S、 まあそうは言ってへんかったよね、 G3S って言ったんでしょう。はい、ネットではですね、高齢化社会により高齢者の犯罪が増えることは30年前のこち亀で予言されてたよねとか、G3S、 G3S は控えめに言ってかなりセンスあるよねって。これ G3S ってあれやろね、映画によう似たんありましたよね。で、他にもこんな都市になって犯罪を犯さないと生きていけない国になったんだな、あこれ切実やな、おっしゃる通りやな、いや日本では年寄りは社会に受け皿がないことの象徴みたいな話だな、などの意見が見られましたと。ね、まあ以前ね、この日本の刑務所が老人ホーム化してるっちゃう話はね、お話したことあると思うんですけどね、まさにそんなニュースやなという気がしますよね。まあほんまね、ぶっちゃけて言うてね、この不法移民やとかね、わけのわからん外国から来た人にね大量に税金使うんやったら、まあもっと日本人に優しなれんもんかなと思ってまいりますよね。でまあこれ何、つい最近政府が全国35カ所の国立公園すべてに高級リゾートホテルを誘致するとか、こんなアホなことを言い始めましたよね。こんなもん多分これ買い屋さんのアホの国の人でしょ今。
ねえ、っていうかもうそこの国の人ターゲットにしたいのちゃうの。まあね、そんなに日本をね外国人に売りたいんかなと思いますよね。まあほんま今の政府は最低やね。まあこんなねアホな政治家が多すぎてね、もう涙がちょちょき出そうになる今日この頃やということでございます。ということで、ただいまバックに流れておりますのはラジウマストリートのテーマソングでございます。少年の夏は今、少年クラブの皆さんの演奏でございます。本日も集まれ動物の森スタジオからお届けをいたしました。チャンネル登録の方も何卒よろしくお願い申し上げます。ということで、本日もお聞きをいただきまして誠にありがとうございました。大人の好奇心を刺激するながら聞き YouTube ラジオヤジウマストリート、次回第157弾でお耳にかかります。それではさようなら。涙がこぼれた心が今少年の夏の日を